同僚期間っていうのはどういうふうに設定するのか。基本は自分が出場する大会の3ヶ月から4ヶ月前が減量のスタート。これが基本となります。なんでその3ヶ月から4ヶ月なのっていうところで言うと、腹筋がうっすら見える状態から優勝を狙う、上位を狙うコンディション作り、その仕上がりまで持っていくのにはちょうどいい期間。かつ、しっかりと筋肉量を維持しながら除脂肪作業を終えて、そこからさらに筋肉を元気に戻していくという期間の平均値でございます。で、腹筋がうっすら見える程度の増量をしている人で、まあ、3ヶ月から4ヶ月で絞れない人は、それは確実に食事内容が間違っている。PFC バランスの設定、カロリーの設定が間違っている可能性が高い。腹筋がうっすら見えている状態であれば、コンテストコンディションには3ヶ月から4ヶ月までは確実に持っていけます。というか、持っていかなくてはなりません。